どうも、大島康之です。映画やドラマの考察やレビューをやっている YouTube でございます。えー、JWave Podcast 大シネマパラダイスと YouTube を同時に撮ってしまおうということでやっております。今見るべき最新映画とその映画に合わせて見ておくべき過去の映画を紹介するポッドキャスト大シネマパラダイス。今回まず紹介するのは、I am a comedian です。7月6日公開。 嫌われ芸人、炎上芸人として政治的な発言をきっかけにネットで炎上し、ついにはテレビから消えたお笑いコンビ、ウーマンラッシュアワーの村本大輔さん。そんな彼が劇場、ライブに活路を見出し、スタンダップコメディを追求する3年間を追ったドキュメンタリー。監督は、10は撮るべきか、えー、東京クルドなどを手掛けたヒューガフミさんということで、えー、非常に面白かったですね、これは。僕はめちゃくちゃ面白かったし、まあちょっとね、その村本さんのことを、やっぱうっすらしか知らない人ってやっぱすごい、 多いと思ううんでうっすらしか知らなないい上ででで人に印象を持つのははしょうがないとは思うがと思んですけどこれれね JWAB も流れててあ村かみたいな。村本ね、出た出たみたいな。聞くだけで嫌だなって思っちゃう人もいると思うんですけど、そんな人にこそ見てほしいですね。そんな人にこそ絶対に見てほしいなと思いました。で、まあ僕は個人的に、まあかなり前からファンなんで、そこはちょっとね、えー、色目が、ね、入っちゃってはいるんですけれども、でも客観的に見てもね、すごくこう、やっぱ唯一無二の、えー、活動をしてらっしゃる方だなと思うし、そんな、 活動が唯一無二になっちゃってる現状のヤバさね。えー、お笑い界、エンタメ界、テレビ界を含めた、えー、まあ、あとはひいては普通の人々を含めた、あ、のんぽりに脱臭された日本っていうことをすごく考える作品になっていまして、えー、そしてしかも、こう、村本さんの活動だけをこう、ただ単にね、えー、一面的に明るく商用する、ただ単に一方的に褒めるっていうわけじゃなくて、えー、映画というパッケージに残すっていうことの意味がすごいあるな、というふうに思って、 で、非常に感動したし、えー、すごいね、あの、ぜひともみんなに本当に見てほしいなと思った作品。今年一番、あの、みんなに、あの、本当にこう、配りたいなと思った作品ですね、これはね。えー、で、まあ、なかなかね、その、政治的な発言っていうこととか、過激な発言っていうことを、する人としない人っていうのが、くっきりこう、分かれてますよね。えー、今の日本の社会っていうのは。飲み の席とかね、えー、雑談の席とかで政治的な話はしない方がいいっていうふうに言われちゃってて、それがこう社会人マナーだというふうにすら、えー、思われている現状があると思うんですけど、 はたしてそれで本当にいいのかなっていうことを、えー、自分で考えるきっかけになると思いますね。あの、彼がコメディアンとしてどうかとか、えー、っていうことよりもっと手前に、じゃあ自分はどうなのかっていうことを、えー、みんなが引きつけて考えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思う作品です。で、まあ、真面目に語るとそうなんですけど、やっぱりこう芸人ですし、もう超一流のね、ザ漫才という、M1、えー、 以上ですからね、その、日本の全漫才師が参加できる、えー、漫才の大会で優勝してる人ですからね。M1 よりすごいですからね、ザ・漫才の王者っていうのはね。えー、というところで、えー、頂点を。 撮っている、もう圧倒的な和芸の持ち主がやっている、えー、話ですので、で、あのー、舞台上で、えー、漫談を披露してるシーンっていうの、漫才を披露してるシーン、あのー、それぞれ、両方あるんですけれども、あの、実際にこう、爆笑を取りまくっているシーンっていうのがあって、えー、その一つ一つのギャグ、ジョークっていうのが、えー、めちゃくちゃ冴えてるので、そのシーンでは、本当にこう、面白いなと思える、えー、笑えるシーンもたくさんありますので、あの、真面目なことをずっと突き詰めて悩んでいるっていうタイプの作品でもないので、そのコメディシーンで抜けはたくさんありますし、えー、実際に村本さんってこう、テレビに、えー あんまり出なくなってから何してるんだろうって思うと思うんですけど、実際にアメリカのスタンダップコメディの劇場に行って、マイクがね、舞台上に一本だけあると。で、そこに、まあ、オープンマイクという形式でね、客席からどんどん順番にこう上がってって、えー、自己紹介もそこそこに喋り始めていいというね、文化があるんですけれども、そこに実際に行って村本さんが客席でちょっと怯えながら、あ次行こうかなとか言って怯えながら、舞台に立って実際に、まあ、ちょっと滑っちゃったなとか、客席あんま人がそもそもい。 なかかかかっっったたなななととととててていいうこころろらこうネタをブラッッシュアップしてめちちゃゃるるみたいなところまででもんん描れすよね、えー、なので、村本何してんの今みたいな。アメリカ行く行く行ってたけど行ってないんじゃないのみたいな薄い情報で止まっている人とかもえ見ると、あ、本当に活動してるんだっていうのが非常にわかる。えー、ので、すごくこう応援できるなというふうに思いました。えー、でね、すごくこう語りたいところがまあいっぱいあるんですけれども、まずはやっぱこう村本さんというウーマンラッシュオーというコンビのえブレーンの方ですね。えー、ネタ作り担当、まあ、フロントマンというか、まあな なほうじゃないほうっていうと、まあ、なほうっていう、ことですね。で、まあ、芸人ファン、お笑いファンの中では、やっぱ中川パラダイスさんという、こう、相方の、えー、方の、その独特なやばさっていうのも、まあ、周知されていて、すごく、えー、あの、本当に両方二人とも異常な面白さの、えー、コンビなんですけれども、えー、やっぱ村本さん、えー、っていうのは、やっぱ、世間的にはウーマンラッシュアワーといえば、村本さんという、イメージがあると思いますけれども、えー、2013年にザ・マンザイで優勝して、えー、2014年にはテレビ130本出てたと。 で、2015年には200本に増えたと、えー。で、2016年には250本に増えたと。で、そこから200本台で、えー、推移していたんだけれども、2017年に、えー、アベマの番組でね、えー、被災地を見て、えー、すごく衝撃を受けてですね、実際にロケに行かれてね、えー、被災地の話を聞いて、すごく衝撃を受けて、えー、そこからザ漫才、年末のザ漫才かなえー、で、その、政治的な発言をすごく盛り込んだ漫才というのを数年連続で披露したと。 で、そこから、えー、2020年にはテレビ出演本数が1本になったというね、話があります。で、これは、まあ、その、宣伝の、 こうちょっとね、文脈とかも踏まえて、テレビから排除されたという言い方になっていると思うんだけれども、これはね、村本さんの発言も追っていくと、村本さん側が拒否している部分も多分あるわけですね。独演会というのをね、自分発信で、全国各地を回って、どんな小規模な劇場でもある程度の人数を集めてくれるんであれば行きますというふうに、直接えやり取りをね、会場の人とか、その地元の人とかとやり取りをしながら、実際に全国各地に足を運んでやっていると。でそれ これの、えー、共産というか、スポンサーはまあ個人に頼るということにしていて、えー、その大企業とかに、えー、スポンサーをされて言えることが言えなくなってしまうみたいなことにはならないようにという体制を整えているので、おそらくそのテレビから、えー、消されたという認識ではちょっと間違ってるんじゃないかなと思うんですね。自分から消えた部分もあるという人ですね。で、これがやっぱね、一からこう政治的なことも 含めることができるネタを組み上げていくっていうことではなくて、一回そのテレビで250本テレビに出てる芸人さんって本当にもう一握り中の一握りですからね、多分全芸人の中の1%以下じゃないですかね、多分 0. 何とかだと思うんですけど、のトップオブトップに、まずいけちゃった人。で、そこでキャラクターを確立して、番組の司会とかもやってた人ですからね、えー、そこで、えー、我慢して、そんなに 言わなくて済むかなみたいなことは言わなければ、そのまま年を取ってですね、えー、そのままのポジションで単純に収入が増えていくということ、えー、が、もう確約された人物だったということがポイントですね。えー、その人が、なぜわざわざこの道を選んでいるのかっていうことがやっぱすごく大事で、えー、やっぱ能力として圧倒的にまず、その和芸のレベルがとてつもなく高いっていうところが、まあ、安心して見てられるところ、えー、芸が追いついていないんだけれども、パッションだけはあるっていう人じゃなくて、えー、単純にもう芸能界の構造、 わかりました。実際に目で見て、えー、番組のフロントマンもやって、全部わかりました。その上で指摘しているという、えー、問題意識なので、そこはすごくソリッドですよね。で、僕は、まあ、ああの、村本さんの SNS での発信とか表現の内容方法について、全部全肯定できるとは、ま、あ思っていないですけれども、でも、やっぱりトップの世界を見てですね、えー、そこから、 実際にそういう発言をネタの中心に据えることができる人っていうのが他になぜいないのかっていうことを考えさせられますね。えー、村本さんがすごい、村本さんかっこいいっていうことじゃなくて、村本さんがなぜ特別になっちゃってるんだろうっていうと、 どうしたってやっぱそれは、それ以外の人たちが長いものに巻かれているからだ。それ以外の人たちが勉強をしないでいるからだ。で、もっと言ってしまうと、勉強をしなければしないほど、視野が狭ければ狭いほど、効率的に出世できる。ということが、えー、芸能界、特にお笑い界にはありますね。っていう、 ところがどんどんね、こう、まあ、浮き彫りになっていくなというところがね、非常にヒリヒリしますし、真実性があるドキュメンタリーだなと、思いましたね。<う>で、まあ、村本さんの、やっぱ特徴的な、 活動の、えー、ポイントとしてはですね、あの各地に、えー、いろんなところ行きます。例えばまあ被災地であるとか、えー、沖縄であるとか、まあ、あと韓国の人と喋ったりとかね、えー、あとアメリカに行ったらアメリカでアメリカの人たちと喋るっていうことをやって、特にあの現地の空気をですね、えー、人々のナラティブから、えー、吸収するということをやっている。で、ここが特徴的なのがその飲みに行くぞみたいな言って、えー、現地の若いことを飲みに 独演会の後に、そのままこう客席に降りていって、そのまま飲み行くぞみたいな感じで飲みに行ったりするんですけど、あの、自分のお金は自分で払ってねとか言って、<laughs> ううあの、嫌なところそのまんまみたいなところとかも面白いんだけど、多分ね、俺、それもね、なんか半分冗談なんだけど、多少は多く払ってるんだろうなとかは、まあ、妄、ま、想、あ、しますけど、でもね、多分全部村本さんが出しちゃうと、村本さんに忖度しちゃうから、自分の発言ができなくなっちゃうからだと思うんですよね。で、みんなこうガーって多少酔っ払ってるから、すごく、 あの、朝鮮人としてこういうふうに言われて、在日としてこういうふうに言われて、とか、いや、昔からなんで自分は在日なんだろうっていうふうに思ってて、みたいな、こう、ヒートアップしてガーってみんな喋ってくるんですけど、村本さんがね、あの、聞き上手になろうとしてないっていうところが、俺はすごいいいなと思ってで、一旦全部聞けばいいじゃないですか。うんうんうん、そうやな、そうやな、そうやなって聞くのがやっぱいい人だと思うんですけど、 ガッてね、途中でね、やっぱブレーキかけて混ぜ返したりするんですよね。それは何々やんか。え、それなんでそれしないのとか、あの、ディスカッションを常にこう、埋もうとしてるっていうところが、やっぱその、血がずっとたぎり続けてるなっていう。で、えー、結論無りきなことをしてないんですよね。えー、その、少なくとも今回の映画で切り取られてる部分においては。えー、コミュニケーション、村本さんのコミュニケーションの特徴として、えー、最終的にこの人が可哀想だと見えたいとか、政府が間違っているという方向に持っていきたい。 っていうその結論から逆算したコミュニケーションをとるんじゃなくて、えー、一個一個「えー、じゃあなんでそう思うの?え」「えいつからそう思ったの?」みたいな、えー、一個一個手前から積み上げていくっていう形で「ああなるほどなでもそういうのもあるかもしれないけどでもこう思う人もいるかもしれないけどどうなん?」みたいな感じで、えー、とにかくこう異分子をぶつけてぶつけて、えー、いろんな考えがありえるよねっていうことをこう えー、広げようとしていて、なんか一個の結論に持っていこうとは、あんまりしてない、意外とね。えー、で、これはちょっと世間のイメージと違うところだと思います。こう、何かを批判するために、えー、結論ありきのことをしてる人だというイメージはあると思うんだけど、なんかそうじゃないっていうことは、えー、この映画を見るとすごくわかりますね。常に対話をしているっていうところ。で、僕はこの映画は実はですね、もともとちょっと素材を見ていまして、YouTube で、このヒューガ監督という方が、 ちょこちょこね、その裏側の映像、ここまで撮れてますみたいな映像をちょこちょこね、あの、細切れにアップロードしてたんですよ。で、僕それを、あの、村本さん普通にファンなんで、たまにこう、ウーマンラッシュアワーとかで検索したりとかおすすめに出てきたりするから知ってたんですけど、えー、それが映画の公開に合わせて、多分ね、多分全部一旦非公開になってるから見られなくなってるんだと思うんですけど、すごい好きな映像があって、ウーマンラッシュアワーのネタ合わせの映像。 がもともとアップロードされてたんですね。それがあの映画の中にも出てくるんですけれども、えー、ま、基本的にはね、村本さんが90%喋って、 相方の中川パラダイスさんが、ま、相づちしたりとか、たまに村本さんがパラダイスさんをすごくひどいいじり方をして、そんなん言うなよみたいな、こう、受け身の突っ込みをするっていうパートがあると思うんですけど、ま、基本1割ぐらいですよね。で、パラダイスさんってあんま何もしてないんじゃないかなとか、この村本さんのスタンスに関して嫌がってるんじゃないかな、迷惑してるんじゃないかなっていう、ま、イメージは世の中にあると思うんですけれども、あのね、すごくね、あの、コンビで協力してやってるんだなっていうことがわかるネタ合わせの映像で、 向かい合ったりとかしないで、あの、鏡がある楽屋で座って、えー、パラダイスさんがストップウォッチを持ってるんですよね。で、えー、村本さんが、あ、どうも、ウーマンのラシアです、お願いします。いや、ある政治家の人がね、あの、言ってました、あ、もう一回。あ、どうも、ウーマンのラシアです、お願いします。あの、政治家のとある人が言ってもあ、もう一回言って言って、その一字一句を一文字単位で、 整備して、言い直して、で、そのたびに、はい、わかった、OK、OK って言って、あの、そのたびにストップウォッチを中川さんが測り直してるんですよ。で、一時区をパラダイスさんも全部覚えてるんですよ。で、あの時の結局どうしなんやったっけあれは何々切るんちゃうんかったのみたいなのを、そのネタ単位とかボケ単位とかじゃなくて、一時区単位で話してるんですよ。で、 その、いや、普通だったらこれやんなっちゃうけどな、とか、いや、こんなんやってられへんわ、もっと自分でやって、みたいな。えー、俺はもう適当に合図中打つから自分でやって、って言って投げちゃうこともできると思うんですけど、あ、結構これコンビで、かなり二人三脚でやってるんだな、っていうことがわかるし、逆に言えば、 ネタ見てるときってそれ分かんないんだなっていうのとかもすごく面白いですね。ネタ合わせのシーンがありまして、それを見るだけでこう、ウーマンラッシュアワーというコンビのイメージがめっちゃ変わるだろうなっていう、えー、映像が出てきます。で、渡米して、えー、スタンドアップコメディをやるんだっていう、まあすごくこう、突拍子もないというかね、えー、無謀にも思える、えー、プロジェクトを村本さんは発表して、まあコロナ禍の、えー、タイミングと重なってしまって、なかなかこう行けなくてっていうのがいろいろあったらしいんですけど、えー、そのタイミングで えー、マネージャーさんと、パラダイスさんと、村本さんの3人で喋ってるところ、えー、ご飯食べてるところがあるんですけど、そこで、俺のこと待つ、待つの待たないのみたいな。言って、いや、待たへんよとか言って、その <laughs>、普通だったら、その、美談みたいな風にするとか、いい奴に思われたければ、いやいや、 お前はお前の好きなようにやったらいいから、まあ俺は俺でこっちで待ってるから、みたいな言い方じゃなくて、いや待たへんよ、とか言って、その <laughs>、二人とも言いたいことめっちゃ言ってて <laughs>。でも、まあ、すごい別にめっちゃいいコンビだとか綺麗だとか言いたいつもりはないんだけど、なんかその見た目上対等で、見た目上、その幼馴染でみたいな、えー、わかりやすいコンビ像っていうのが、えー、まあ扱いやすい。 で、テレビですごく好感度を上げやすいっていうところもあると思います。で、それで人気があるコンビっていうのもいっぱいね、えー、先輩方でいっぱいいるっていうのもあるけれども、それってあくまでこうテレビ局が御しやすい。で、好感度が高ければ、 広告の、えー、キャラクターとして使いやすいっていう、そのテレビ局と広告業界が一体となって都合のいいキャラクターっていうものを育てる、えー、コンビ愛みたいなものってすごい俺自慢だなと思っていて、えー、そう考えると、えー、こういうコンビ像っていうのがこうちゃんとこう映画に記録されているっていうのは俺はすごい、あの、お笑いファンとして、えー、すごく貴重だなというふうにも、えー、思ったりしました。えー、で、言いたいことがね、僕すごくいっぱい あります、ね、ウマンラシアワーというコンビが、えー、すごく僕はもともと好きでオールナイトニッポンやってた時はね全部聞いてましたし、えー、出てる番組も調べて全部見てた時期とかも、えー、あるぐらいすごく好きなんですけれどもすごくあの喋りの文体がある人ですねその村本さんっていうのはね、えー、で例えばそのモザイクでこう音をわーってぼかされた状態で、えー、誰の 喋り方でしょうっていうふうに聞かれたときに、わかる人ってなんかあんまりいないと思うんですよね。え、関西弁なら関西弁でこういう感じとか、誰々の影響を受けてるからこういう感じってなりますけど、え、まあ村本さん、まあ多少新助さんの喋り方に近いかなって思うところはあるんですけど、でも、やっぱあまりにも、その、なんとかなんとかで、なんとかなんとかなんとで、なんとかなんとかなんとでってこう、早口でトントントン、トントントン、トトトトン、 トトトトトトトンっていうこの段落をあの音で作っていくっていう喋り方によってコミュニケーションの密度を上げているっていう喋り方を開発してそれでザマンダイのネタを作って優勝したっていう自分の口とか滑舌に見合って えー、で、それが、こう、身体と一体となるときに、あの、体が小刻みにね、横に震える独特の喋り方を、えー、しますけれども、まあ、バイトリーダーのネタの頃から、あれ仕上がってる喋り方だったから、そこからはあんま変わってないんですけど、えー、なんか、それがね、あ、一人でスタンダップコメディをやる人って、その、口調に文体がないといけないから、これって他の人が喋っても一緒じゃんっていう風になっちゃいけないから、そういう意味で言うと、初期装備はもうできてるんだな。 っていうことがすごくよくわかりますね。で、村本さんがそのネタを向こうに行ってブラッシュアップするシーンっていうのがすごく僕は面白くて、えー、向こうでアメリカで日本ではできなそうな前提の宗教いじりみたいなのをしたボケを思いついたんだけどって言って、えー、向こうで活躍してる、えー、先輩のコメディアンに見せるんですね。そのネタをメモに書いたやつを読み上げてどうみたいな言うんですけど、うーん、まあ普通かなみたいな。それ結構みんなよく言ってるかな。 みたいな言ってて、あ、そうなんや、みたいになって、うん、だって、その宗教のコミュニティにいて、一生その宗教ネタでいじって、自分とそのコミュニティをいじって、一生それやってる人がいるから、その人の深さには勝てないよ、それじゃ。って言われて、なるほど、みたいな、ふうになっていく。で、そこで村本さんは、その日本人ってこうなんだよとか、日本のメディアってこうなんだよっていう、自分が向こうに行った時に武器となるのは日本人であることだっていうことに、まあ気づくわけですよね。で、そのネタ、 が、えー、舞台上で受けている支援というのが、えー、しっかりあるんですけれども、それって村本さんが現地の人々からナラティブを組み取っているのと同じですよね。で、それを自分バージョンでやっているっていう、えー、ことだと思うので、方法論も確立されてるんですよね。なので、 本当にただの若者が向こうに行って無謀な挑戦するよりも圧倒的に成長が多分すごく早いっていうところがあって、それがね、こう成長物語として見ていても気持ちいいっていうところがあるし、一見ね、こうネットニュースとか SNS とかだけで見ていると、またわけわかんないことやって結局何もできませんでしたってなって帰ってくるんじゃないのみたいな風に思うかもしれないんですけど、いや、あり得るなっていうか、 だって、文体と初期装備がもう整っている人だから、文体と方法論という初期装備が整っている人だから、まあ、あとは英語力ですよね。えー、英語の勉強をどうやってやっていくのか。でも、英語の勉強も、あの、ちゃんとこう、単語を書いて練習しているところとかもあったりして、えー、すごくね、あ、努力の方向性がしっかりしてる人なんだな、っていうことがわかるので、えー、僕はもともとファンだったけど、より応援できるな、というふうに、え気持ちになりました。で、これがじゃあ、その村松さんの話、ウーマンさんの話、ばっかりしちゃってるけれども、映画としてどうなのか。 っていう話もしないとアンフェアだと思うのでしますと、えー、映画として非常に面白いなと。 思うところとしてはね、あの、こういうドキュメンタリーを作るときって、やっぱりこう、有名人がどれだけ映るかっていうところ非常に大事だと思うんですよ。えー、例えば、吉本の芸人さんで、えー、今もですね、えー、ま、断続的にですけど、吉本の大きな劇場、ルミネンザ・吉本とかで漫才やったりとかもしてるわけですから、その楽屋で他の芸人さんにね、村本さんの活動を正直どう思いますみたいなインタビューして、いやー難しいからわかんないね、とかって、一言、有名な芸人さんに言わせるシーンとか、 同期の芸人さんに話を聞くシーンとか、全然あってもいいと思うんですけど、ない。えー、もう本当に村本さんと中川さんしか出てこないです。で、まあ、ルミネの、えー、舞台上のワンシーンみたいな感じで、他の芸人さんのネタシーンが、まぁ、あ、2、3個ポンポンポンと出てくるところは、まあ、一応あるんですけれども、えー、トータルテンボスさんとかね、映ってたかなアマコーインターさんとか、まあ、解散しちゃったからね、あ、アマコーインターさんとか思ったけど、えー、とカエルテさんとかね、まあ、ちょっとネタとしてチラ写りはしてたけど、村本さんとの関係者として映ってないんですよ。 これ結構すごいなと思って。えー、で、あとは一緒に、えー、活動している論客の人ですね。えー、例えば、じゃ宮台真嗣さんとか、その村本さんとすごく一緒にいらっしゃる方も映して、あ、彼はこうだよみたいなコメント聞いてもいいと思うんですけど、ゼロですね。完全にゼロですね。完全にもう村本さん中川さんしか出てこない、えー。あとは一般の人しか出てこない。で、あとアメリカのコメディアンが出てきますね。えー、っていうところはありますけれども、 このストロングスタイルちょっとエグいなと思って、えー、あくまで彼らの話なんだ。えー、他の人のミーハーな力を借りてしまうと、それって結局テレビの力とか広告の力を借りてることになっちゃうと思うので、あくまでドインデペンデ,ペンデントなんだっていう、えー、スタンスが、 どのぐらいの意図があるのかわかんないけど、結果的にはすごく、え、詰め込まれていて、これって例えばフライヤーとかに、え、出てくる、ちょっとその特別出演みたいな感じで、その同期の有名な人とかの名前がね、え、ちょっと書いてあったり、その山里亮太とか、ピースとか、こう書いてあった、またよしなとか、ま、わかんないよ。その出たくないって言われたのかもしれないけど <laughs>、映さんといてって言われたのかもしれないけど <laughs>、でもね、そのねじ込めば協力してくれる人はいると思うんですよ。宮台真司とか書いてあれば、よりこう、箔がつくという部分はあると思うんですけど、そこを全捨てにしてるっていう、 えー、プライドを感じるところっていうのは、エンタメの人が主人公のドキュメンタリーとしてはすごく破格だなと思いました。えー、で、もう一つの特徴としてはですね、家族との関係ですね。 えー、お父さんお母さんがあまり仲良くなくて、えーで、自分がその得意なことが何もなくて思い詰めていて、えー、自殺未遂をしたという話まで、えー、僕は知らなかったですね。村本さんのファンではあるけれども、村本さんが語っているのは聞いたことなかった、えー、ような話まで映画として出てくるし、えー、お父さんお母さんと一人一人と向き合うシーンっていうのがすごく長く、えー、出てきます。で、お父さんが途中で亡くなるんですけれども、えー、そこで、 家族との向き合い方っていうのに対してすごく不器用な人なんだなっていうのがわかるし、それでいてそこを諦めてない人なんだなっていう。えー、尖りすぎちゃってる人ってやっぱりこう、親はもう関係ないんだ、家族はもう関係ないんだって言って一人だっていうふうに自分を すごくキャラクター化してあの閉じ込めていく人っていうのはいると思うんですけど、その自分の出自というものに対して全く諦めていない人なんだっていうことが、えー、すごく浮かび上がってくる。えー、で、そこにフォーカスしてますね、今回の作品っていうのは。えー、で、その BS で放送されたバージョン、テレビ番組バージョンっていうのがあるんですけれども、そっちの方では、 そのやっぱテレビで一回放送されるものだから、テレビと村本さんっていうところにフォーカスしていて、今回は、えー、比較的ですね、まあ、えー、市政の人々とのこう絡み方っていうのもあるんだけれども、家族と本人っていう話にフォーカスされていて、そこの切り取り方っていうのが、このヒューガ監督っていう方が、そのとにかくいっぱい取れたものの中からパンチのあるものを順番に並べてるんじゃなくて、テーマを、えー、串刺しにして、その串に通るものを、えー、並べているという、えー、すごくですね、何を取りたいのかをはっきりさせて、えー、編集する人なんだなっていうのが分かった で、えー、そこはドキュメンタリーとしても質がすごく高いなというふうに思いました。な、何が言いたいのってなっちゃわないっていう、えー、ところですね。で、やっぱりね、これはやっぱそのアンチテレビというか、そのテレビって、もちろんテレビにはテレビの面白さがあると思いますけれども、一回消費される、一回、どれだけその時消費されるかということで広告費がつくという媒体ですから、その消費されれば基本的にはそれで終わりなわけですよね。で、その時波風を立てなければそれでいいというテレビ、えー、に対して、 映画は、どんなにヒットしなかったとしても、映画を公開しましたという事実は残りますよね。で、実績は残りますよね。で、そこからデータ、映画のデータとかフィルムとかはまあ存在するので、映画として物理的に残るというところがありますね。なので、 テレビに今村本さんより出てる人たちが10年後にどのぐらい活動してどのぐらい発言権を持ってどのぐらい世間に影響力を持っているかわからないけれども少なくともこの I am a comedian という映画に今の村本さんの像っていうのは記録されていてこの像は10年後も20年後も残るけどねっていうアンチテレビとしての映画にする意味っていうのをすごく考えられて作られてるなというふうに思いましたねでまあ僕自身も割と その自分が一応芸人というね、出自ではあるんだけれども、あまりにもこう、日本の、 お笑いの若手の頑張り方っていうのが、すごくこう、確立化されていて、ガラパゴスで、で、とにかくその、その日その日のオーディション、その日その日の、その年その年の賞レースっていうものが、す、え、べ、ー、ての軸になってしまっていて、社会的なことを言ったりすると、あ、そのレベルのことでも惹かれるんだっていう、それはまあもちろん僕の技術がないからっていうこともあると思うし、僕の、えー、歴が浅いからっていうところもあると思うんですけれども、あ、そのレベルの話ですら通じないんだっていうぐらい、やっぱりその若手の芸人さんって、売れてから、えー そういった番組が来るか来ないかっていうのをまあ選べる立場になるわけですよね。えー、で選んでそういう番組はやらないって決めた人は一生勉強する機会がないままお金持ちになって、えー、知名度を持って影響力を持ってそして死んでいきますね。それで生き延びられますね。ただその売れてからあでも俺は私はそっちもやろうかな。 っていう風になった人はそこからものすごく勉強しますね、えー。自分のお金とか時間を使って。そこで明暗が分かれていくんですけれども、やっぱどうしても前者の人の方が圧倒的に多いですね、まだまだね。えー、だから僕の,あの事務所の先輩の太田光さんとかは、もうその後者、えー、の極北みたいな人ですけれども、でも元々勉強し,しすぎてああなってる人ですからねっていうところもあるので、太田さんの場合は売れてからああなったっていうわけではなくて、元々ずっとああいう人だっていうのは、逆に言えば、太田さん以外いる っていう、あの、ぐらいですね。非常にまあ特殊な存在ではあるけれども、あの、ロールモデルがいないですね。その、お笑いのことだけを批判しても、まあ、しょうがないと思うんですけど、例えばその、映画の、 ことを喋るとか、ドラマのことを喋るとか、っていうことを、まあ、YouTube、ラジオ、ポンドキャストとかでやらせてもらうときとかも、社会問題とつなげて喋ると突然ちょっと、あの、聞く人が減るとか、見る人が減るとかっていうところもあったりとか、逆にその横並びの人たちが、エンタメの内部の物語の話しかしていない。えー、で、それはひいては批評ができなくなるっていうことなので、面白いかどうかもわかんなくなるよ。社会のこと考えてないと。自分の中の、その時の面白かった、面白くなかったっていう感覚論だけになってしまうので、えー、っていうのは僕はすごいリスキーだなというふうに 持っているので、えー、できるだけ自分も映画の紹介するとき、えー、ドラマの紹介するとき社会と社会の流れとつなげてしゃべるっていうことを絶対に意識しているんですけれどもまあ村本さんに比べればもう200分の1ぐらいしかできてないなというふうにまあ深く反省も しましたね。はい。はい、すいません。ウーマンラッシュアワーさんにね、僕は相当思い入れが強くて、ちょっとね、長くなってしまうんですけど、あの、余談、めちゃくちゃ余談ですけど、あの、ちょめちょめクラブと呼ぶコンビ組んでいて、コンビの衣装をね、選ぶときに、えー、2016年7年ぐらいですかね、学生お笑いからプロになっていくというときに、参考にして、あの、すべての芸人の潜在写真を、ブワーって1000個ぐらい相方と一緒に見て、ウーマンラッシュアワーとハライチの、えー、潜在写真、 を見て、あ、衣装ってこういう風にやるんだねっていう風にしたとかね、そういう話もあったりするぐらい、あの、特に好きな芸人さんなのでちょっと話が長くなっちゃいましたけれども、えー、もう一本紹介しなければいけませんね。えー、続いて紹介するのは、えー、同じくヒューガ文織さんが手掛けた東京クルドです、えー。2021年公開、ふるさとでの迫害を逃れ、小学生の頃に日本にやってきたオザンとラマザン、えー、難民申請を続ける トルコ国籍のクルド人である彼らは入管の収容を一旦解除される仮方面許可証を持つ者の,の非正規滞在者で住民票もなく自由に移動することも働くこともできないというそんな二人を追いかけたドキュメンタリーなんですけれどもこれはもう本当に超超超超超大傑作のドキュメンタリーなのでドキュメンタリーのマスターピースなのでえもうもうアイアムアーコメディアンと関係なくぜひとも見ていただきたい。で、これが一本目で。 アイアマーコメディアンが2本目という、まあ本当にすごい監督ですけれども、2006年ドキュメンタリージャパンに入社し、えー、銃は取るべきかというですね、東部紛争の、えー、ウクライナで長編制度に葛藤する若者たちを追った作品これはまあテレビ番組ですね、えー、を撮ったりとか、えー、在日シリア人難民の家族を1年間記録した隣のシリア人とかを制作したりとかして、えー、NHK とか日本テレビとか、まあいろんなところで活動しているディレクターさんだったんですけれども、東京クルドで長編映画の監督としてデビューしまして、今もですね、村本さんと申 3年間密着して活動しても親友みたいになってるという方なんですけれども、えー、非常にですねこの「東京クルド」という作品もアイアマコメディアンとつなげてしゃべってもいいしつなげなくてしゃべってもいいんですけれどもあの本当にすごい作品で、えー、入管というですねその制度の実態がまあどれほどひどいものかっていう、まあ、ニュースでたまに目にすることはできるけれども、えー、実際に体験した本人たちのね、えー、立場。 からの、えー、口から聞いた言葉。えー、そして、まあ、彼らのその若者としてのこうエネルギッシュさっていうのもすごく、えー、描かれている作品なので、えー、冒頭がね、青春映画のような、えー、二人でボーリングをしているだけのシーンなんですけど、二人ともね、あのね、これあのー、作品とは関係ないからあんま言いたくないんですけど、二人ともね、見た目が超かっこいいんですよ。超イケメンなんですよ。 なので、あ、これ映画みたいだなっていうところからまあ始まってくるんですけれども、そこからどん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 現実にこうながってくるっていう、えー、作品で、やっぱりどうしても日本という国家がですね、今国家の方針として、まあ移民を本心では受け入れる気がないんだろうなっていうことですね。えー、それに対して国際社会のスタンダードでは移民を受け入れた方がいい。 受け入れた方が優等生であるっていう要請がありますから、えー、その要請とのダブルバインドになっていて、どっちつかずの状態ですね。えー、なので、受け入れはするんだけれども、優遇はしませんよっていう、チューブラリンの状態になっている状態っていうのが、まあ、彼らであるという話。で、その、方面っていうですね、方面、嫌な言葉ですね、その無罪方面っていう罪があるかのような言い方ですけれども、その方面許可証っていうのは、えー、あくまでですね、その、えー、施設に収容されなくていい。 という許可証であって、滞在していいという許可証ではないので、えー、滞在してはダメだという扱いになっているので、働いちゃいけないんですね。労働をしてはいけないんですね。ということになっているので、一、えー、人がですね、やっぱその、 アカシアさんまさんに憧れてるっていう、その、すごく独特な <laughs>、あの、面白い。<laughs> 今の、日本の若者でも、さんまさんに憧れてお笑いやる人ってそんなんいるかなみたいな、え、ぐらいですね。ちょっとその、見てるところがある意味広いんですけれども、なので、タレントになりたいから、芸能事務所にこう、受けに行くと。で、あ,あ、かっこいいね、みたいな。で、母国のことも喋れるとかだと、需要あるかもしれないね、みたいな、え、風になって、じゃあ所属しましょうかって、こう、トントン拍子に話が決まっていくんですけど、あ、で、えっと、ビザとかどうなってるんだっけ、みたいな。一応確認、みたいな。 感じで雑談で話が出た時にああの本当はダメって言われてて、あの方面っていう状態なのでみたいなことを言うとピリッとこう。その事務所の空気がピリッと凍りついてあ、それはまずいね。みたいになって、結局所属できないみたいなえー、ことがあったりとかえー、そういう具体的なシーンがえー、ものすごく出てくるんですよね。えー、で、その役人の人と喋っているところも、その絵は映せないんだけれども、音だけ撮って。 出てるところとかもあったりして、えー、もうビザ出せばいいのにさ、みたいなことを、そのこっち側の若者がえ言うとですね、いやいや、帰ればいいんだよ他の国行ってよとか役人に言われるんですよね。で、ただ、その入管で言われる嫌味みたいなことと、え、母国に帰っての仕打ちを比べると、まあその嫌味に慣れた方が得だからここにいます、みたいな、え、ことを言ったりとか、え、していて、 非常にですね、まあ、村本さんの映画もそうだし、このクルドの映画もそうですけれども、映像の力、もちろんドキュメンタリーにおいて大事だけれども、このヒューガ監督の作品は、本人たちの言葉っていうのを軸に置いていて、 映像はあくまでその補強とか、その証拠として使ってるみたいなスタンスがちょっと一貫してるなと思っていて、一人一人の言葉をとにかく、えもらっていくっていうところ。えなんだけど、言葉をずっと聞いてて、ずっと同じ話だな、退屈だなってなることはなぜかなくて、で、それはやっぱテレビマンのセンスだからだと思うんですよね。えテレビドキュメンタリーをやっていた。で、毎分見てもらわないと常に消されちゃうリスクがあるテレビでやってきた中で、えその、 えー、集中力を持たせるテクニックの編集技術は多分すごくあった上で映画を作っている。で、映画にする意味っていうのは、えー、10年後、20年後にも映画として残るよっていうことだと思うんですけれども、この東京クルドという映画、えー、ソフト化もされていないし、配信もされていません。で、僕は確か渋谷でシアターイメージフォーラムで、えー、たまたま上映している時に見ることができたんですけれども、今見る手段がほぼないという状態ですね。なので、 このアイオムコメディアンの映画の盛り上げに合わせて、えー、やるのがいいと思いますので、ぜひともですね、全国の、えー、名画座とかで、この日本立てでやると非常にですね、えー、いろんな、あ、日本って終わってんだな、 っていうことがすごくよくわかってくるで、その終わってくるっていうことには、えー、我々のノンポリズムっていう無関心、えー、無害である、無臭である、えー、っていうことに流れていく我々。しかもそれは、えー、権力者が御しやすい方向に流されているんだということが、えー、この2本を見ると非常によくわかりますので、えー、ぜひとも全国で日本立て特集上映、いろいろやっていただきたいと思っておりますので紹介させていただきました。東京クルド、アイアンマーコメディアン、合わせてチェックしてみてください。 東急プラザ原宿原門にある JA 部アートサイドキャストにして収録しました。今日の大シネマパラダイスいかがだったでしょうか、えー、今日の番組の感想や取り上げてほしい映画のリクエストなどは、大シネマ、カタカナで大シネマのハッシュタグをつけてつぶやいてください。それではまた次回大島康之でした。ありがとうございました。いや聞えありましたね。ありがとうございます。撮長くなっちゃった